日本近畿地方大阪府大阪市中央区アメリカ村、アメリカ村アメリカ村は、大阪府大阪市中央区西震災橋にある三角公園を中心に広がる若者向けショップが集積するエリアの通称、アメ村とも略称される。スオーマチスジ震災はシビック STEP、長年関西における若者文化の発信地とされる。店舗総数は約点、約2500店。 水戸公園を中心に、大ね東は、佐野屋橋筋、南は、水戸寺筋、西は、西横堀川と、北は、大宝寺通にかけて、古着屋、アパレルショップ、雑貨店、ライブハウス、音楽関連の店舗などの若者向けの店舗が集中している地域を指す。江戸時代には、豪商の大阪や旧左衛門が今日構え、西横堀川の水運を利用した、道府木屋の町だった。 そこから派生して、墨問屋が多かったことから、島の内の横掘り筋沿いは、墨屋町と呼ばれていた。アメリカ村の誕生直前はいくつかの料亭がある。他は、木材化工業などの倉庫などが多い業務地区となっていた。1969年に、日元マリコが南墨屋町に喫茶店、ループを開き評判を集めた。以降、倉庫を改造して、 サーファーの若者などにより、アメリカ西海岸やハワイなどから輸入した、アメリカンカジュアルナイフク類が販売されるようになり、アメリカ村と呼ばれ次第に活況を呈するようになった。1980年代には、雑貨、レコード、古着屋などの店が並ぶようになり、大学生などが集まるファッションや流行の発信地の一つとなった。この頃から京阪神以外の地域でも有名となる。 1990年代初め、タワーレコード震災橋支店やビッグステップなどが立ち、より多くの若者が集まるようになった。1990年代中頃から来訪者の低年齢化、大音量の音楽による騒音、騒悪な商品を押し売りに近い形で売りつける悪質な店舗の増加、建物や公共物への落書きなど街の荒廃が問題になり始めた。 2000年前後から北隣の南千葉、西隣の堀江、さらには北の茶山町などへ若者が流れてしまい、1998年に約7万人だった、休日1日あたりの来訪者数は2005年には半減してしまった。2006年から東京歌舞伎町より面積が広い、こともあり50台を上回る77台の監視カメラが設置され、治安回復を目指している。 しかし2014年2月頃から再び落書き被害が急増するようになり、中には地蔵を保護するための防犯用ボックスにまで落書きするケースもあった。大阪府警は事態が深刻化しているとしてパトロールを強化するなどしている。三角公園付近アメリカ村の中心となる水戸公園は三角形の区画をしていることから三角公園の通称で呼ばれることが多い。 清水町筋より南、須尾町筋より北の位置で西横堀川の対岸に西伸ばする北堀江通りは当初は清水町筋と結ばれ西横堀川に斜めに架けられた橋は清水橋と命名された。ところが1921年の第一次都市計画事業によって北堀江通りと須尾町筋が大阪市道堀江玉造り線として一体的に整備。 拡服されることとなった。須王町筋を西伸ばさせると、ちょうど堀江側に当たることもあり、それまで斜めに掛けられていた清水橋を、1937年に北堀江通りと接続する西詰めの位置を変えずにまっすぐに掛け替え、清水橋東詰めに向けて須王町筋を屈折させることとした。これにより、 すべて四角形の区画だった島のうちに初めて三角形の区画が生じた。戦後に水戸公園として整備された後も三角形の区画の珍しさも相まって三角公園の通称が定着するようになった。なお、清水橋は1962年の西横堀川の埋め立てに伴い撤去されている。また、大阪市西成区の愛林地区にも 三角公園の通称で知られる有名な公園が存在するため混同されることがある。アメ村は1970年代から90年代、ジーンズ、T シャツ、古着、サーフボードなど日本では入手困難なアイテムをアメリカから輸入販売する店が多く、大阪だけでなく、全国から若者が集まる流行発信地だったが、 2010年代以降は、その人気も徐々に低迷した。アパレルリサイクルショップあるいはヴィンテージないし、古着屋では、ジャム、フロリダ、アメムラが、起源の大型店、金字、アメムラ発のサント2分の1、ピグスティ、バレ、2017年再開店した、ウィゴー、サンキューマートその他多くの店舗が、北区、中崎町界隈、東京原宿や下北沢などと並び、 アメ村界隈にある。旧大阪市立南中学校本校跡地に大阪市が建設したファッション、飲食、映画、スポーツクラブの複合商業施設。落書き被害、大阪南のアメリカ村消しても次々に。毎日新聞。2014年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月24日閲覧。ありがとうございます。